行きます行きましょう1時間ですね。1時間7時半までこれって、はい、あれですか、あのプログラムとしてはこのちょっと待って、プログラムあんのこれ。あのいや、プログラム、あの番組ですね。あ、番組としては、はい、この1時間が1話で流れるんですかのつもりでいますけど、どうですか。わかりました。あ、全然それも小分けした方がいいですか。いやいや、全然それも皆さん次第で。わかりました。なんか私はたまたまレギュラーになっているみたいな感じなのでいや、本当にありがとうございます一人だと心細いんでね、いやいやいや、一緒にやってくる方がいる。とんでもないです。まあ、雨とかでできなかったりとか、たまたま予定が組めなかったら普通に飛ばすって感じでやっていきます、はい、飛びましたもんね。はい、普通に飛んでも気にしない、まあ、日程調整できれば別日とかでやったりするんですけど、なんかダメだったからで、そんな飛んじゃうから無理してとかはやらない。ああ、そりゃそうですね、ぐらいの感じの、はい、私は日常ゴミ拾ってるんでやっていこうかなと思ってます、はい、行きましょう。これなんかあります？おすすめ1時間歩くならこうかなみたいな。あ、いや、もうここって、はい、あのこう外周が円形になってるんで、はいはい、本当に回りながら気づいたら撮るぐらいの感じみたいな感じです。 OK、あるのかな。あるね。いや、あるんですよ。何これ、なんか食べ物あるね。ぶっちゃけここに来るまでにもう結構拾ってますからね。そうっすね、すごっ。何、始める前からもうゴミ拾ってるじゃないですかすごいな。え、今どんぐらい拾ってるんですか。最近あの本当見事に梅雨じゃないですか、はいはい、でプラスちょっとやること多くて、うんうん、そのこうスケジュールの兼ね合いがあんまり合わなくて、はいはいはい、最近ちょっとできてないんですよね。じゃあ久しぶりですか。2週間ぐらいできてないと思います。おお、じゃあよかった。ないじゃないね。あ、でも結構綺麗じゃないですか今日。これなんだ、これゴミになるんですか。いっちゃっても良さそうです。これいっちゃってもいい。はい、な、結構自分があの拾って回るときに気をつけてるのは、ゴミかどうかよくわからないものは置いておく。ああ、なんか忘れ物とかかもしれないみたいな。そうそう、もしかしたら何か子供がそれを探し回っているのかもしれないとか、はいはい、そういうのありえるんで、親御さんと一緒に、ありえますね、そういうちょっと怪しいなっていうのはもうちょっと管轄外にさせてもらってます、ね、はいはい、了解です。とはいえ、はい、我々あのこれゴミのことだったりに、はい、詳しいとかではないじゃないですかそうですね。だからこうゴミを拾いながらポッドキャスト収録してますけど、はい、ナレッジ系のプログラムにはならないです。あ、そうですね、はい、もうていうか、お、タバコ。タバコはね、多いですよ。しかもあの吸ってないタバコマジあるじゃん、めっちゃ。これ拾い出すとありますね。なんかパッと見、はい、そんなにこう汚れてるなみたいな感じの公園ではないんですけど、うんうん、拾ってきたありますよね。ね、これとかやばいですよね。あ、そう、もろです。何これ、どういうこと。これそうですよね、ゴミですよね。これこっちに、わあ、分別しながら。そうですね、さすが分別で分けて。へえ、あそこにも紙コップがあって、わあ、あれ取りましょう、取りましょうよ。っていうかたどり着かない、ゴミがありすぎてやっぱタバコが多いですね。これこのロケしながら収録するっていうのと、はい、この今こうピンマイクのようなものをつけてるわけじゃないですか、はいはい、2人して。で、なんか一度現象の方でラジオの方で、はい、なんか歩きながら収音するみたいなのを実験してた時あったじゃないですか、はいはい、ありましたね。あれがこれですか。あの時これでやりました。ああ、そうなんですか。はい、これでやりましたね。あとお祭り、複数人でもテストしてみました。複数人やりました。ああ、そうなんですね。お祭りとかでやったこともありますね。お祭りと、じゃあ安心です。あと車の中もやったかな。はいはいはい。あ、もうあのベンチのところとか、ザ・ゴミって、あれ袋にくくってる。やばいね、ちょっと袋にくくられているだけのゴミ。どういうルートで行くのがいいのこれ。
すごこんなことある？いや結構あるんですよ。へえ。実際に袋ごといってますだって。ペットボトルとか、あの休憩しのちょっと食べたりとか飲んだりとかする人も結構多いと思うんで。そうですね。ペットボトルとかあるんですか？ゴミそのまま捨てて帰るとか結構ですね。突然なんですけど、はい、なんかあるところの調べで、あの外国人観光客の方が日本旅して、はい、そのネガティブな感想のランキングっていうのがあって、はい、でまあこういろいろあるんですけど、はい、まあ、キャッシュレスが進んでないとか、はいはいはい、まあいろいろその5位から1位までぐらいの中にあるんですけど、1位なんだと思います？当てに行っていいですか？はい。外国人ががっかりしたこと？まあ日本を旅して、はい、来た上でのネガティブな感想のランキング。ネガティブな感想。これがちょっとなーっていう不満じゃないけど。外国人が不満に思うこと、はい、その、確か旅行会社かなんかだったと思うんですけど、うんうん、そこの調べるでは圧倒的1位。圧倒的1位、はい、あれじゃないですか、挨拶してもなんか目を合わせてくれないとか。あー違いますね。あこれもう言っちゃいますね、はい、ゴミ箱が少ない。あゴミ箱少ないよね、はい、そうなんですよ。いやマジでそれ思ってるんですよ、ね、日本ってゴミ箱少ないんですよね、うん、これがちょネガティブな旅行の感想の第1位らしいです。あいやでもそうだと思う。だから日本人がどれだけこの、うん、なんかこう規範意識の中で、うんうん、これはだから相当綺麗な方だと思うんですよ。はいはいはい。ゴミでもゴミ箱がなんでないの？これ何なんですかね。なんか税金投入とかなんかあんまりされる気配ないですよね。ねえねえ。なんかそれこそいつだとか2020年ぐらいにニューヨークにいた時はもう街の中もすごいゴミ箱あるし、公園なんかもすごいゴミ箱あるし、はいはいはい、でそのゴミを集めてるお仕事の人もいたりとか、結構ちゃんなんか助かったんですね。ゴミ箱あって、ゴミ箱ない、ゴミ箱ないなって確かに思う時ありますもんね。あるある。特に公園にないのとか、そうですね、なんでって思うんですよね。でも昔なかったですか？ありました。我々昭和あのね、後期生まれじゃないですか。少なくともね、大濠公園にはあった気がするんですよね。あの昔公園にあれありましたよね、なんかこう金の網の重たい、あ、そう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 、大きいやつみたいな必ずありましたよね。あれなくなりました、ね、撤去されましたよね。なんで？あれ助かってたんだけどな。てかあれ、ああいうのがあったら例えば東京行った時も本当はできるんだけどなって思います。ああ確かに。パッて拾ってゴミ箱に捨てれたらいいけど、ね、ゴミが捨てれないからあの拾えない問題があるっていう。あそうなんですよね。タバコやな、やっぱり。タバコはね、まあ、この公園はまだあれですけど、はい、歩いてるとすごいですね。あタバコのゴミは、はい、はいはい、あの一箇所に集まって、はい、おイヤホン、イヤホンの片割れ、イヤホンの片割れがこれちょっとなんか分かりやすいところかね。ベンチとか、ね、怪しいやつですね。それこれは捨てちゃうとかわいそうだから、ここはいいかな。ちょっとエアポッツが落ちてますね。あ飲むヨーグルト糸物語、これ飲んでみたいんですよね。糸物語、糸島のやつじゃないですか、だと思う。糸物語のゴミ、なんかそうだな、今のところちょっとエアポッツ以外は想定の範囲内ですね。食べ物か、ああタバコか、あのベンチの下ジュースかみたいな。え今やっぱあるんですよ、空き缶とか。あ隠す系のねゴミね。羽ね、羽、カラスの羽でしょうね。カラスの羽で、このもう一個外側に道があるんですよね。はいはいはい、あそこ、はい、あそこありそうですね。一番外周ですね。
行きましょうか、こう一瞬回ったのか、はいはい、なんか一筆書きできるルートがあるんだったら、あ、そう行きましょうか、奥から回っていきますか、はいはい、これって私急なポッドキャストデビューじゃないですか、これが配信されたそうですよね、何の自己紹介もないまま始まるんですけど大丈夫ですか、別に、あ、大丈夫です大丈夫です、一応Qさんですね、はい、Qさんと申します。で、時を同じく、まあ大体同じくして、ちょっとこのゴミラジオの後追いっていう感じで、はい、自分たちの番組というんですかね、はいはい、もうまた同時期に始まるんですけど、あ、そうですか、いつぐらい放課するんですか、はい、多分8月か9月ぐらいからのスタートになると思うんですけど、でそれ一人でやるわけじゃなくて、はい、私一応音楽関係のうんじゃら系で、はいはい、うんじゃらホイって生きてるんですけど、はい、まあ、一応クリエイター関係の、友人と二人でポッドキャストやるんですけど、はい、でこの、ゴミラジオの話したんですよ彼に、はいはい、まあ、男性なんですけど、はい、で一回、まあ、ほとんど打ち合わせとかもなく今これやってるじゃないですか、はい、とはいえ、まあ、この話す中で毎回公開収録になるポッドキャストってなんか楽しいですね、わーいっつって上水さんと二人でなんか、いや、いいですねそれっつって、はい、なんかこうドレスに着替えて、はい、こう1時間ぐらい踊ったじゃないですか、はいはい、はいはい、その話をそのポッドキャストの相棒にしたら、はい、それ公開収録じゃなくて、はい、公然収録だよねって言われたただ我々確かにもともとパブリックな場所を使って勝手に喋ってるだけなんですよ、ね、確かに、だからこれ公開とかじゃないんですよ、確かに公然の場所でポッドキャストを収録しているという、はいはい、公然収録か、公然収録、新しい収録の形ですね、新しい収録のジャンルですね、公然収録、公然収録か、名前変えとこう、はい公然収録これ参加してほしいですよね、確かに、このこれって公演なんで我々の持ち物でも何でもないんです、確かにライブハウスでも何でもないんですよね、確かにゴミあるな、これはたまたま風などに吹かれて隠れているのか、はい、意図的に隠されているのかぐらいの隠されてるんじゃないですか、絶妙なラインですよね、うん、なんか悪意があるよこれ悪意が市民の悪意を感じますポッドキャストデビューしたミーとしてはね、そういうのって大丈夫なのかなって、あ、言ってみようか大丈夫じゃないですか、はい、そういうのって言って大丈夫なのかな市民の悪意を感じるとかね、市民の悪意を感じる、うん、って隣で言ってるぞって感じてますんで僕が、Qさん感じてること僕は全部言語化しますあ、ずるいな、やっぱベテランってずるい、ずるくなっていくんだな、収録に慣れちゃってるから結構ね危険な発言をしていきますからね、これはでも本当、はい、はゴミなんて拾ってないんじゃないかって思われ始めたら、はいはい、ニヤッとしますね、ぜひ収録にね、公然収録に参加していただきたいですね確かにね、これは人手があった方が綺麗になるんですね、ねえねえ、シーチキンマヨネーズです、子供の時って、はい、やたらツナマヨのおにぎりを食べさせられて食べさせられることあります、食べさせられてっていうか、おにぎり、ツナマヨのおにぎりがどっかで好きっていう風に、はいはい、母が、はい、気づくタイミングとかが多分あるんだと思う、はいはい、子供って好きじゃないですか、はい、でそこからそのおにぎりといえばツナマヨになるっていうゾーンが来るんです、はいはい、でそのせいでツナマヨのおにぎりってまあ高校生ぐらいにもなったら自分のお小遣いなり、バイトをしたお金で、はい、こうコンビニなりで、はい、こうおにぎりを選ぶくだりとかが来るじゃないですか、来ますね、その時にツナマヨをチョイスしなくなるんですよね、
あ、お金を出して買う感じじゃなくなるみたいな。あともう食べ過ぎちゃってるっていう、食べ過ぎて離れるみたいな。はいはいはい。で30歳ぐらいになった時かな、10年前ぐらいかな、はい、ちょっとあのただいましてきましたね。私はもう今めっちゃ食べます。へえ、はい、ツナマヨに帰ってきました。いや帰ってきた、はい、そういうのあるかな。そう、ツナマヨってあれですね、セブンイレブンが発明したんですよね。あ、そうなんですか。もともとこうツナなんて入れる習慣なかったんですよね。はいはい。でセブンイレブンがツナにマヨ混ぜて、これうまくねっつって。そうそうなんです。あ、そうなん。どっちこっち。へえ、まあ、あとはこのもう一個この外周アクロスの方にこう面してる、はいはい、はい、いきますかね、方の道とか、まあ、多分こう上水さんのファンとかリスナーの方、はい、本当に何なんだこの人はっていう感じに聞こえるでしょ。ああ、Q さん。急に。いや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 。突然なんだよ。大体そんな感じで始めてるんで、この番組も大丈夫かもしれない。でもこう、あれじゃないですか。大体こう、ちょろっと説明だとか、はいはいはい、それぐらいはあるじゃないですか。確かにね。最も説明のない番組かもしれない。最も説明のない番組。そしてその、説明のないパーソナリティの名前がローマ字で Q。公園で出会ってますからね。公園で出会ってますね。我々ね。浄水公園です。そうですそうです。公園でレジャーシートしてたら出会いましたからね。で、ゴミ拾おうと思ってるって言ったら、ちょうどゴミ拾おうと思ってトング買ったんですよって言ってたから、じゃあ一緒に拾いますかっていうのを。そうです。始めたんですからね。あの話してくれてましたよね、現象のラジオ。あ、そうです、そうです。そういう人がいたんですよ。そう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 。本当に偶然、まあちょっと自己紹介的になってしまいますけど、はい、あの本当に偶然、あの、僕、散歩がものすごく趣味で、はいはい、散歩しながら、それこそ、ポッドキャスト聞いたり、音楽聞いたりとか、うんうん、っていうのが趣味で、うん、である日、あのこれ両手両腕が空いちゃってるじゃないかってことに気づいたんです。はいはいはい。何かできることはないのかって言って、うんうん、まあ、別にあの私ギター楽器演奏したりしますけど、うんうんうん、楽器演奏しながら散歩できないじゃないですか。できないですね。で本読みながら散歩できないじゃないですか、はい、で思いついたのがゴミ拾えばいいんじゃないかって、はい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 、そんなに移動するならってなって、うんうんうん、まあ、2時間とか2時間半とか平気で歩くんで。結構歩くな。そうなんですよ。もう全然あの福岡以外の方聞かれてたら距離の感覚あんまりちょっとわからないかもしれないですけど、はいはい、もう全然博多天神とかから、あ、天神博多、福岡市の中心地の方から、はい、ペイペイドームとかの方まで行っちゃうんで、1時間ぐらいさ、片道あれ1時間ちょっと。あ、いやいや、2時間以上かかるんじゃないですか、歩いたら。片道で。はい。まあ、だからそう、まあ、それは結構一応最長距離ぐらいの時のお散歩ですけど、はいはいはい、うん、まあ、その時は本当 4,5 時間を平気で歩いてます。往復。はい。やば。それ 3万歩行き過ぎない？ 2 万何千歩ぐらい行くでしょ。あ、多分行ってると思いますね。ちょっと僕1万2千歩超えたらテンション下がってくるんですよね。1万2千歩まで楽しいのに突然それ超えたぐらいから様子がおかしくなってくるんで。でもさすがに、はい、あのそっちの方行くときは、はいはい、あのゴミ活動、ゴミ拾い活動の方はちょっとしてないですね。4、5時間歩きながらゴミ拾ってたらやばい感じがするな、はい、何これ、こっちの外回りとかも、まあ、行っちゃってもいいかもしれない、ね、行ってみましょうか、はい、時間も全然まだ30分も経ってないですよ。ギリギリ公園を出た歩道というところですね。1時間って意外と拾えそうですね。そうですね。大体このゴミ拾いながらのお散歩は、はい、この中心地でいつもやってるんで、はいはい、大体1時間半から2時間ってもう決めてやってますね、うん、あ、そうっすよね、はい、普段あんまりコース決めちゃうと大変だから時間で区切った方がいいですよね、はい、でも結構いろんなルートを、このゴミラジオは多分この辺が基本になると思うんですけど、はいはいはい、やる場所はもうあれなんで、あの現象の聖地なんで。ああ、そうですよね、天神中央公園は。でこれはありがたい場所なんで、ありがたい場所をちょっと切りにしようかな。ゴミ拾わないとお世話になってますってことだよね。まあでもあの大濠公園の方とか、あ、そうですね、あっちの方だとか
なんかもうちょっと違うエリアとかも個人的には行ってますね。すごいね、あそこまで行くんですか。それはね、ちょっとね、一回、はい、ゴミラジオの話もあって、はい、あの辺ってどうなんだろうで行ったっていう、はいはいはい、ロケハン、ロケハンロケハンできましたね。なんかあれじゃないですか、やっぱ別の場所でやるときはこうスペシャル、あの特別版なんじゃないですか。大堀公園でやります、ね、っつって、あの大々的に、あの、うんうんうん、なんていうの、インスタグラムとかで告知して、あ、そうですね。あの、なんていうの、広告を打っていく。ゴミ一緒に拾えませんか。いいじゃないですか、でも、よくわからんところにお金投じるってことしたい。空き缶がディスプレイされてます、ね、これ良くないね。これは綺麗にディスプレイされてます。これは良くない。これ入れましょうか。めっちゃ入ってる、重たいですよ。あのめちゃくちゃ入ってるやつ、はい、ありますよ。あれ結構気をつけないと、入ってないと思ってズルンってなって足元ビチャンってなったあったんで、はいはいはい、今まで蓋開いてるとかね、はい、ありそう。あとトングってやっぱりちょっと手の感覚と違うじゃないですか、うんうん、重みとかが伝わるまでが、はい、うん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 、トングとか久しぶりに使ったわ。こういうあの焼肉なんていうの、バーベキューとか以外で初め久しぶりに使ったトングでしょ。はい、これ外でゴミ拾うのが久しぶりだな。トングの色それにしたんですね。あの色っていうよりはこれやばくないですか。あ、すごい、それいい。そう、ギザってるやつ。あとね、リーチも長いじゃないですか。うん、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。じゃそれに買い替えようかな。うん、これめっちゃ良かった。多分それ、はい、あのタバコの吸い殻とかはめちゃくちゃそっちの方が拾いやすいと思います。多分拾いやすい、はい、うん、今のところスムーズですよ。めっちゃいい。なんか本当はこんな色じゃない方が良かったけど、なんかこれこの色じゃない。その色のみ展開してたんですか。この色のみ展開してました。展開してたというか何も展開してないというか、その色のみが展開されてなかった。されてなかった。販売されて緑にこだわったわけではないです。これあの我々あのピンマイクのようなものをつけて収録してるじゃないですか。はいはい、なんかこれあんまりにつけてる感覚がないんで、はい、こちらの本当に黙々とゴミ拾うだけになるとかっていう全然感ありそうです、ね。うん、全然ありそう、いいと思いますよ。忘れちゃうっていうか、うんうん、それも含めてのね、あのドキュメンタリーなんで、これあドキュメンタリーですね。公然ドキュメンタリー、はい、公然ドキュメンタリー。公然好きですね。公然収録だね。公然収録。でもこうやって、はい、あのあれですね、だいたい週1回ぐらい、はいはい、浄水公演やられてますよね。やってます。で、週1回ぐらいこれ収録すると思うんですけど、はい、これいいじゃないですか。ね、公演をお礼して、普段の活動を、そう、活動させてもらってね、お礼として綺麗にしてっていう感じで。あとね、なんか レジャーシートでね、一緒に過ごすの気まずいって人もいるかもしれないんでね。あ、ゴミ拾いとかだったらこう、うん、無言でもね一緒に行かれるんで、しかもこうべったり近くにいる必要もないですね。そうなんかどっかね、これお疲れ様ですぐらい帰る、帰り際に言えるぐらいの距離感で、そうなんですよ、できたらいいじゃないですか。ふわっとね、これもなんか新しいコミュニティの形で、ねえねえねえ、ここに思想があるとね、また参加しづらいんですけど、特に理由もなく拾ってますんで。いやでもあの梅津さん、あのジョン・ケージっていう現代音楽家知ってます。はいはい、あの無音のやつが流して、そうあの4分33秒っていう、はいはいはい、あの演奏会開いて4分33秒、はい、彼は何の音も出さず、はい、まあ、その観客がいる状態で音も出さず、その咳払いだとか、はいはい、絹ずれの音だとか、うんうん、なんか鳥のさえずりだとか、うんうん、っていうのが収録されて、それが4分33秒っていう楽曲なんだみたいな、はいはい、彼があのチャンスオペレーションっていう作曲法を用いたことがあるんです。ほう。でそれ何か、チャンスオペレーション、はい、チャンスオペレーションっていうのは、はい、要はなんか偶然を操作するみたいな意味なんですけど、はいはい、でそれって、儒教の易経から来てる、なんか易っていうあの占いのようなものだとか、あのコンピューターの乱数表とかを用いて、はい、要は何人で演奏する、うん、
それらは何の楽器を持つかっていうのを全部そのランダムに決定していくんですよ。なるほど。でそれを決めて音の長さ、はい、で次の音の大きさ、はいはいはい、長さ、誰が演奏するどの楽器が鳴らすとかっていうのを占いのようなもので全部決めて、はい、それで、作者の意図を極限まで排除した楽曲を作るっていうチャンスオペレーションっていう。で4分33秒にしてもそうなんですけど、彼はなんかそういう、こう偶然を用いた活動みたいなものに、うん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 、めちゃくちゃこう注力して実験を行ってきたっていう音楽家なんです、はい、で上水さんがやってるこの現象あるじゃないですか、はい、この浄水公園、はいはい、チャンスオペレーションじゃねって言ってたいやでもそうよく言えばそうなのと思いますよ本当に、うん、何が起こるかはね、はい、本当に分からないので、だからジョン・ケージと上水さんは、まあ、自分の中ですよ、はい、もうチャンオペニーヤンなんですよね。チャンオペニーヤンですか。チャンオペニーヤンだからその現象って偶然のこう偶然が築き上げるものだったりするじゃないですか。はい、はいはい、チャンオペニーヤン。チャンさん、そっかそっか、確かに、はい、偶然で何かを作ろうとしてる人ってことをチャンオペニーヤンって言うんだ。まあニーヤンか分かんないけどチャンオペあれなんだ浄水公園ってどんな人が来るかも分かんないし、分かんない、来ない日もあるかもしれないし、あるある。でこれをチャンスオペレーションで考えたときに、はい、梅津さんがなんか以前話したときに、はい、これちょっと中入っちゃいます。入っちゃいましょう。はい、この中の芝の方にも結構あったりするんですよ。あ、もうすぐあります。ありましたね。ザルそばですね。ザルそばの。あ、めちゃくちゃ好きなんですよね。好きな食べ物聞かれたら答えるぐらい好きです。ザルそば？そばですね。あ、そば。はい。そばはいいですよね。大体上位3位が自分の中では、はい、もう答えるってなったら決めてあって。何ですか。そば、うなぎ、あんかけ、これをなんか気分で、なんか渋いな気分で、はい、ランキング変えてるんですか。チョイスしますね。もしその質問されたとすれば何が好きですかっていう。じゃあ柳川とか行ったりするんですか。行きました。実際この福岡に帰ってきて、まあ、上京組だったんで十何年か東京にいたんですけど、はいはい、福岡に帰ってきて割とすぐ行きましたね、柳川に。あ、そうですか。はい、まあ、ランキング入ってますからね。はい、せいろ蒸しが食べたくて、東京ってせいろ蒸しという食べ方がないんで。ああ、そうなんだ。福岡独特のものだ。あ、そうなんだ。せ、はいろ蒸しってそうなんですよね。そうなんですよ。芝が結構綺麗だな今日は。あ、さっきなんか言おうとしたこと思い出した。何よ。浄水公園にいるっていうのは、はい、例えばこう雨でもこういるってした日には、はい、いるんだってなんかこう決めた感じがあるじゃないですか。はいはい、上水さん、はい、なんかとりあえずとりあえずいる、とりあえずは絶対いるんだみたいな、はい、その日程で。でこれはチャンスオペレーションで考えた時に、はい、確かに何があってもそこにはいないと、はい、その偶然を許容できないなと思って。そうですね、そうですね、はい、はい、例えばその雨の日だから起こりうる何かがあるのかもしれないし、はいはい、そうですね、雨の日だからこの人は来れたんだ逆にっていう人が来るかもしれないとか、うん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 、でこれは必ずいるっていうことにめちゃくちゃ価値があるなって、確かにそのチャンスオペレーションのことを思い出した時に思いましたね。なるほどね、はい、実際ありますもんね、雨だから一人しか来なくて、でもその一人だったからこそゆっくりその人と話せたとかもあるし。あ、そうですね、そうそうそう。でも結構ありますよ。まさしく自分がその浄水公園行ってみようと思って、はいはい、上水さんとお話しした流れでその偶然ゴミ拾い始めてみたいな、はいはい、で上水さんがこういうゴミラジオをやろうと思ってんだみたいな話して、うんうんうん、あ、じゃあ一緒やりますみたいな感じでお声掛けいただいて、うんうんうん、今からって感じなんです。そうですね。だから私はチャンスオペレーションによって生まれた現象の一つなんですよまあそのように解釈することも可能ですけども、はい、まあまあまあ、でもそういうね偶然が重なって今がありますよね。確かに。なんかあそこも空き缶ありますね。あ、本当だ。ベンチの上。さすが。なんかでもこうベンチ多いですね。丁寧にベンチの上に置いてはあるんですよね。拾っていいよってするの。拾いたい人いたらどうぞみたいな。わ、本当だ、中入ってますね。
チャンスオペレーションね、面白いですね。チャンスオペレーション響きもなんかいいですね。チャンスオペレーション、チャンオペニア、チャンオペニアです。痛いですね、チャンオペなんでっつって。なんかチャンオペってめちゃくちゃチャラい感じしますね。ちょっとチャンオペでやってるんだよ。ちょっと明日店がチャンオペで。基本チャンオペなんですよねっつって言っていこうか。そういえばもう海さんがやられてる、はい、あの番組の話になっちゃいます、はいはい、あの松原さんちゃんとマッチングしていってますね。マッチング松原ね、早くマッチングしてほしい。そうか、ま、そうか、別にひたすらマッチングだけするのが目的じゃないですもんね、はい、その先に本当にマッチングしてマッチングして、ね、マッチングするって言って、はい、始まる彼の番組が、はいはい、ね、始まるっていうのがやっぱりゴールなんだよ僕たちは、ね、松原さんちょっと会ってみたいんですよね。ぜひあの募集フォームから。あれなんでその目的が、最終目的がちゃんとそのマッチングして、はいはい、ポッドキャストの相方をこう相棒を募るっていうことだったんで、はいはい、なんでかっていうと、はい、なんか大体このぐらいのこう曜日のとかいうの言われてたんですか、はい、条件を、はいはい、で収録できたなみたいな、はい、それかも全然合わなくて、あ一つも、はい、だから ただ、ま、ただお話しするだけになっちゃう。いいじゃないですか。マッチングなんかマッチングアプリとかもそうなんじゃないですか。ワンナイトマッチング、ワンナイト松原、ワンナイトワンナイトマッチング松原、はい、うん、彼はね音楽も好きみたいだし、あそうです、ね、お酒も好きみたいだし、うんうんうん、あそうですよ、お酒もよく飲んでるみたいだし、うん、音楽もずっと音楽もお酒も好きなんで、うんうんうん、全然ウェルカムですよ。番組終了する前にぜひ。そうですね、マッチングしたらね、マッチングしたらっていうか彼がもう満足したら終わりみたいなところもありますんで。あとあれですよね、これもチャンオペでどうなるか分かんないですけど、はい、松原さんがやっぱりもう ポッドキャストとかいいかなって思い始めたんでやめますもありです、ね、全然ありですよ、全然あり、あの、ね、それもドキュメンタリーですね。そうですそうです、マッチングしようと頑張った結果もうマッチングしなくていいやって思うこと、最近めちゃくちゃ充実してきたんでもうなんかポッドキャストとかいいかなと思ってみたいな、ね、ありますよ、それはそれでハッピーな転職してもうなんか日々充実してるんで、すごいすごい楽しいんですよねみたいな。全然ありですよ、おめでとうっつって。おめでたいですねそれは、うん、おめでとう。結構ね綺麗ですよ今日。あなんかやっぱばらつきありますね、まあ、結構拾ってはいますけど、これパッてゴミだけ見るとかなり拾ったなって感じしますけど、うん、あそこにもないですか。確かあるある、なんか隠されてるな椅子の下に。福岡市民の悪意を感じますね。かっこ上水かっこ閉じ。もしかしたらこの二人どっちが喋ってるのか分かんないとかいうリスナーさんがいた時のためにそこは釘刺させていただいて。これねなんかこうこの芝のところに、はい、まあこうやってゴミ拾いに来た時に、まあ、よく今日いないですけど見かけるんですけど、はい、なんかワンちゃんたちの会合が行われてる。やってますよね夕方頃。かわいいんですよね。めちゃくちゃいますよね。うん。レジャーシートしてたらたまにいますもんね。あ、そうそう。これ上水さんにちょっと聞いてみたかったことがある。はいはいはい、はい、現象のラジオの、はい、冒頭で、はい、招待生徒の晩餐会を開催したり、はい、レジャーシートを敷いたりなどみたいな。はい。っていうあの冒頭のアバンがあるじゃないですか、はいはいはい、であれでなんか思ったのが、はい、レジャーシートあの浄水公園のことじゃないですか、はいはい、あれって要約するとレジャーシートを敷くっていうことになるんだっていうのをずっと思ってたんですよ。どういうこと、どういうこと。あのレジャーシートを敷いて、うん、上水さんがこの公園に、うん、ずっと存在この時間決めて存在してるっていう活動を知らずにいきなりあれ聞いた人は、はいはい、公園になんかレジャーシートを敷いていってる絵が頭に浮かびそうだなと思ったんですよ。なるほど、ね、いろんな公園に。で、確かにあこれってなんか不思議なサマリーだなと思って、はいはいはい、その言い方って、うんうん、だこれ知らない人が聞いたらどういう風に解釈するんだろうと思って。確かにね。丁寧に説明した方がいいかな。いやでもこう
存在としての公演っていうその後にものすごい抽象度高い表現が出てくるじゃないですか、はい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 、だから気になる人は調べんじゃないかなと思うんですけど。あ、なるほどなるほど、はい、レジャーシートしてますって言ったりですねもっともっと抽象的にそうなんですよ、それね、すごいね、チャンオペでレジャーシートしてますってもう何も言ってないのと同じですそうなんですよ、あれね、結構ね、気になってて、確かに、考えたこともなかった。なんかポエティックな感じすらしましたね、あの表現、毎回聞いて、なんかポエティックな気すらするレジャーシートを敷くなどしとるって、うん、レジャーシートを敷いてるってどういうことなんだろうっ て、あ、いいですね、もうよくわからん感じでしちゃんオペでレジャーシートを敷くなどしていますちゃんオペってなんだってジョンさんが言ったあのチャンオペです結構まだ行けますよ、どっかあるかな、色男あっちまで行っちゃいます、あ、行きましょう、うん、あの街の中というか、そうですね、あれですよね、あの公園と町中洲の方をこうギリギリつないでる、うんうんうん、いいですね、この公園、三角公園って言うんですかね、なんとか公園、何公園だろう、今日天気がいいな、ちょうどいい感じですね。これでもやっぱり、まあ、これ天神中央公園でしたっけ、はい、天神中央公園で、まあ、やるのは基本として、はい、まあ、他の案もちょいちょいこう出したじゃないですか、はい、あそこら辺とかどうかなみたいな、うんうん、でも今日実際これ収録しながらやってみて思ったんですけど、はい、まあ、やっぱやりやすいですね、これぐらいがいいですね、これ紀尾公園とかだとちょっとやっぱ厳しいですもんね、うん、と思います、うんうん、その個人的にやる方も紀尾公園の方に行ってないですね、あ、やっぱ人が多いところ、めちゃくちゃ多いですもんね、はい、まあ、どうなるんかはちょっと違う意味でやってみたいですけどね、まあ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 なんかレギュラーではやれないってことで、あっちの方はあの今向かってる方、はい、はいわゆる有名なパン屋さんとかがあるんですけど、あ、そうなんですか、はい、パンストックっていう箱崎に本店がある、はい、超人気のパン屋さんがあって、それがあのコーヒー屋さんとコラボしてやってるパン屋さんがあそこにあるんですけど、はい、あっちの方まで行ってますね、普段は、毎回行ってます、すごい、あ、吸い殻が、吸い殻率高いな、やっぱ、ゆめさん、タバコ吸ってる時ありました？なんて言うか、習慣的に吸ってる時はないですね。なんかたまに友達が吸ってて吸いたくなる瞬間が、吸ってみたくなる瞬間があって、いわゆる喫煙者だった時はないみたいな。ないないない。はいはいはい。うんうん、いや自分がだいたい元々はすごいヘビースモーカーだったんですけど、はいはい、24、5歳の時にタバコやめて、ですごいタイミングですね。24、5歳。うん、はい、でその時でまだ電子タバコとかなかったんですよ。はい、値段も300円台だった気がするし、はいはい、で、あのこのゴミ拾って回ってる時に、はい、よくあの電子タバコの箱、空箱は捨てられてあるってよく拾うんですけど、うん、あの全く本当にあのタバコ吸わなくなってからその辺のこと分かんないんで、はい、あの紙のタバコと電子タバコって値段違うんですかね、今現在。どうなんですか、全く分かんないんですよ。分かんないですね、違うんじゃないですか、やっぱちょっと電子の方が高いとかあんのかな、紙の方が高いとか逆かな、紙の方が高いとかじゃないですか、なんかあれで決まってるとかじゃん、なんかニコチンがどうじゃのこうじゃの、ああ違うのかな、わかんない、税金が違うとかじゃない、そういうので。でも確かにあのより煙たがられているものの方が税金かかりそう、高そうですね。自分最後にってたタバコがクールのブーストっていうタバコだったんです、ね、はいはい、あのプチってしたら、そうです、ね、スーってするやつですよね、よりまあ出身が北九州なんで、はい、まあ、タバコも吸ってる人間も多かったですし当時は、はいはい、まあ、まだ自分が25歳の時なんてこんなにタバコ吸わない人だらけの街にちゃんとなるとは思ってなかったんですけど、うん、あ、はい、北九州でもそうですよね。いつぐらいから変わりましたっけ、そのタバコ吸わない感じに。なんかそれこそ24、5の時に上京して、はい、何年か経って、友人の結婚式かなんかで帰ってきた時に、はいはい、こんなにタバコ吸う人減ったのかと思ったんですよ、飲み会かなんかで。そういうことはもう
2000年入ったぐらいで結構潮目変わりましたみたいな感じだった。多分そうかもしれないですね。天然代ぐらい入ったらもう本当に禁煙が進んだ、ねえねえねえ、禁煙分煙が進んだって感じじゃないですか。いつもこっちをこう回っていってますね。なるほど。って言ってもまあ聞いてる人には伝わらないと思うんですけど、ちょっと何ですかね、奥の方から回っていく。はいはいはい。祇園しだれ桜。しだれ桜、ああなるほど。じゃあこれ桜が咲く、春になると桜が咲くってこと。桜かんないですよね。この建物が何だっけ、迎賓館だったみたいなやつ、ね、でこの周りもこの座るところがわーってこう囲ってるんで、囲いにこう座ることができるんで、ここも結構空き缶置いてあったりとか、隠されたゴミがね、うん、そうですね。ちなみにここのこの今のここから見えるあのお店、あれですか、あれデニッシュのお店なんですよ。はいはい。デニッシュの上にいろんなフレーバーがこうクリームだとか、はいはいはい、果物だとかめちゃ人気店です。あ、そうなんだ。なんかキラキラしてる。まあでも結構綺麗ですね。そうですね、やっぱり、ね、この雰囲気でゴミ捨てたくないとか捨てにくくないですか、うんうんうん、ちょっと気まずいとか。で人が多い時は結構あるんですよ、どさくさに紛れて捨てやすいんで。どさくさに紛れて捨てやすいじゃないですよ、わかんないですけど、ね、うん、ゴミ箱置いてほしいな、ね、ゴミ箱がね、ないんですよ、ね、ゴミ箱置けそうなスペースいっぱいあるんだよね、うん、やっぱ回収するのめんどくさいからってこと。でかといって、まあこれはもう常識的なやつですけど、はい、別にそのコンビニ各社さんも、はい、よそのゴミは受け付けないじゃないですか、はいはいはい、原則的に、うんうん、なんで本当に家に持って帰るしかないんですよね。まあそうですね、はい、確かに。ナイトクルージング、ナイトクルーズですね、中川を、はいはい。これ鹿児島まで行くんでしたっけ、そこまで行かない。ああ、いや、これはもう本当あれですね、海の方まで行かないですね、多分この川の端から端までで U ターンして戻ってくるみたいな。これなんか船の先っちょで生演奏みたいなのしてますね。あ、今聞こえてるのってそれこと。あ、これはね違うんですけど、あの船のなんかこう線、はい、なんかこう先っぽの方に、はい、こう弾き語りのシンガーさんみたいなのが座って歌ってるのが見えますね、お客さん乗ってながら。すごいことさせてますね。これがそのパン屋さんですね。ストップ。 これ、はい、あ、ここ有名なんだ。めちゃくちゃ有名です。あ、へえ、確かに人結構多いですもんね。このコーヒーカウンティーというお店とストックがコラボして生まれた。はいはいはい。全国のパンフリークの人たちは、すごい、つつうらうらの人が知ってるようなお店です。パンストップ。パンフリークなんですか？パンフリークではないですけど、なんか福岡に帰ってきて、福岡ってこんなにパン美味しいんだと思って食べるようになりました、ね。で、調べていったら、なんか福岡パンすごいらしいよみたいなことが判明していたと思います。パンのクオリティは高いんだ。やっぱ結局福岡県産小麦とかが質が高いからみたいなのもあるんだと思う。 あとその福岡の人ってハード系のパンっていうのを食べる習慣が昔はあんまなくて、はい、硬いパンです、ね、何フランスパンみたいなやつ。あ、みたいなやつです。そのハード系のパンっていうのを福岡に根付かせたのがストック、パンストック今の。そうなんだ。の創業者の方なんです。てかそんな何歴史があるんですか。そうなんですよ。知らなかった。すごいな。いや、こういうことも喋った方が気が利いてるかなと思って喋ったんです。なるほどね。お役立ち情報をね入れていく感じですね。ローカル情報。結構やっぱこの辺はタバコの吸い殻が多いですね。うんうん。隠れてタバコ吸ってますね、はい、やっぱ。
やっぱり帰宅ラッシュとかが、はい、もう終わってちょっとやりやすいですね、ゴミ拾うの。確かに確かに6時半集合しましたもんね、はい、微妙に帰宅が定時退社の人たちが去った後って逆にこれが7時ぐらいになるとわーってまたその7時ぐらい退社の人たちがはい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 1時間残業しましたみたいなね、そのラッシュあんのかな。やっぱね、こういうことするからやっぱタバコ喫煙者のさ、あの自らマイナスブランディングしてますよね、皆さんね。まあその嫌われる要因の一つにはなってるねえねえねえではないかなとは思います。街のこうでかいゴミと違ってね、携帯灰皿は簡単に持ち運びます。そう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 、これでまたこう横断歩道を渡って、はいはい、川沿いを行く。ああなるほど、いいですね。で公園に戻るみたいなルートで、はいはいはい、いいですね。これはどんな風に聞かれることになるんでしょうね、うん、これ通して聞く人いるのかな。うん、いないんじゃないですか。ねえねえ、うん、1時間ゴミ拾ってるのをこうどういうテンションで聞いていいかも。これやるなら本来視覚的なメディアでやるべきですもんね。そうですね、 YouTube とかね。確かに。これでもあの地球の歩き方っていう旅行雑誌あるじゃないですか、はい、あれの編集長の方が言ってたんですけど、はい、なんかどうしてもじゃあこういう旅情報みたいなものを発信しようってなった時に、はい、じゃあオフィシャルで YouTube やったとて、はいはい、なんか旅行系 Vlog をやっている一般の方とかに再生数で絶対勝てないと、うんうんうん、そういうのをやったとて、はい、で考えてるのは、うんうん、ポッドキャストで現地に行って、はい、海外とかの、はいうんうん、海外の現地に行ってその騒がしい音とかを音で楽しんでもらうの意外といいんじゃないかっていう話をしてました。いやでもあると思いますよ、はいうん、想像力でね、そのインドの空港に着いた時のけたたましい、うん、なんかサイレンの音だとか、うん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 、なんかこうバババババンってなってるなんかよくわからない生活音だったりとか、うんうんうん、っていうのが耳で聞くっていうのを意外とありかもなって考えてますみたいな。いやあると思う、うん、全然あると思う。あ、これですね、まさに電子タバコの。これ見て思ったんですよ、これっていくらぐらいするんだろう。確かに値段不明だね、これ多分普通のタバコの方がやっぱ高そうな気がしますけどね、これ見たら。確かにそうですね、完全見た目で判断してるけどへへ無理だ、むずいんですよ無理だ、隙間のやつ。どうしてもね、取れないゴミっていうのがね、あるんですよね。なんか挟まっちゃってるやつとか。ねえねえ、そうなんですよ。すごい。そういうのね、あんまりこう、こうね意地になって取ろうとすると通行人の方の迷惑になったりとか、ねえねえねえ、邪魔になったりとかねしちゃうかもしれないんで。これでもかなり上水さんはいろんな番組やられてますけど、はいうんうん、見事にまた新ジャンルが生まれましたね。これはね、あれですよ、4分何十何秒ですよああ33秒チャンオペですね。チャンオペですよこれは、はい、最もチャンオペだと思う。最もチャンオペ、チャンオペラジオだと思うんですよ。チャンオペラジオですね。確かに浄水公園はラジオではないですもんね。はい、そう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 、これ活動はしてますけど、浄水公園とポッドキャストが融合した瞬間のチャンオペラジオ。すごいすごい、
すごいすごいと言ってみました。公然収録という名のチャンオペラジオ。今のところちょっとよくわかんないんですけどね。楽しいですよ。あ、よかったです。楽しいのが一番だね。うん、あ、久しぶりゴミ拾ったな。あ、これがデビューですか、ゴミ拾い。福岡でのゴミ拾いデビューですね。いいです、ね、高校ぶりだと思う、多分ゴミ拾うので、梅さんになんかこうそれこそゴミ拾う、散歩が趣味なんでゴミ拾おうと思ってるんですよねって言って、多分3ヶ月ぐらいかな。そうですね、もう3ヶ月ぐらいゴミ拾ってますね、今のところ。そうですね、はい。うわ、めっちゃいい感じじゃん。もう50分ぐらい経ってますと。あ、じゃあ、あと、まあ、1周ぐらい、まあ、あと確認して。ねえ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 、ちょっと、点検して終わりましょうか。そうですね。最終確認。これ、ほんと最終確認で、あ、このところにこんなのがあったってなりますからね。あ、毎回。これ、マジでやってるんですよ、いつも。よし、終わろうってなってから、あと1周するっていうのを毎回やってる。本当ですか。素晴らしいですね。あとやっぱこれ何気に疲れますね、いちいちこう下に行ったりあれして。また散歩とはちょっとねえねえねえ、フィジカルで違うっていうのはありますね。うんうんうん、まあね、でもあの観光客の方とかも多いんで、うんうん、街のコーディネートを整えてるということですかね。結果としてね。結果としてね。それを目的にしてはないですけど、細かいの見るとやっぱりいっぱいありますね。そうなんですよね。タバコの吸い殻がやっぱ見落としがちですからね。あそこなんかあります。本当だ。なんだこれ。え、何それ。なんでしょうね、これ。これはでも捨てちゃっていい。うんうんうん、いいと思います。まあ、なんかこう結構偶然のようなタイミングで、はい、まあ、ポッドキャスト2番組始まるっていう、うんうんうん、なんか X ですかね、はい、あの、いや、もともとあってもなくてもいいアカウントなんですけど、あれ、はいはい、まあ、今一応あるんですけど、はい、あれちょっともう完全に新調しちゃおうかなと思ってるんですよ、アカウント自体。どれぐらい完全にですか。いや、もう新しいアカウント。あ、新しいアカウント作る、はい、あ、そうなんだ、はいはい、作るかなって。どうなるんですか。Q さんになるんですか。ああ、もうだからそのポッドキャスト、まあ、表立った活動をしてるっていうのが、はい、そのポッドキャストが始まったらポッドキャストのみなんですよね。はいはいはい。今別にこう裏方鍵をやってますけど、はい、まあ、あのライブやってるわけでもなければなんかミュージシャン活動してるわけでもないんで、はい、じゃあもう表でやることがポッドオンリーでポッドキャストになったら、はいはい、ポッドキャストをやってる Q さんとしてアカウントを持つ、うんうん、でいいじゃないかと。いや、いいと思います、はい、うんうん、とてもいいと思いますね。別にこうなんかこうなんか SNS で仕事取ってるタイプじゃないんで、普通に簡単なクライアントワークなんで、はい、ちょっとそこであんまり仕事の発信とかしなくてもいいですよね、はいはいはい、全然全然そういうお仕事じゃないので、じゃあこの表立ってやることに紐付けてアカウントを作ろうかな。うんうんうん、いいじゃないですか。めちゃくちゃ交流が生まれますからね、本当に。ね、そこから。まあ、ね、SNS で別に積極的にやる必要ないけど、窓口としてあるとね、あ、そうですね、交流が生まれるというか、うんうんうん、追加されてますね、ゴミが。ゴミがね。さっきなかったやつが。追加されておりますね。そうなんですね、これあの、時系列、時間が進んでるんで、はいはい、確認も何もさっきはなかったゴミが増えてるはありますよね。単純に追加されてる、うん、おかわり来てますよ、ね、はい、
ダンスの練習かな。ここってなんかやってますもんね、ダンスとか空手とか。やってますね、はい、やってます、やってます。なんかいいですよね。なんかテコンドーの練習みたいなのもやってたりとか。あ、本当ですか。太極拳もやりたいんですよね、いつか。太極拳似合いすぎじゃないですか、入れたちと。太極拳よくないですか。太極拳ね、やったことはないですけど。なんかあります、雰囲気。いや、やったことはないけど、雰囲気いいなと思って。あれってでも、はい、あれってでもというか別にそのネガティブなこと言いたいわけじゃないんですけど、はい、あれですよね。ヨガブームに取って変わった感ありますよね、はい、太極拳って。ああ、でも確かに公園でヨガやってる人とかも増えてますね。でも昔、太極拳だったやつですね、はい、ヨガって、はいはい。日本でいうところの。日本のこの、太極拳ってそんなやってる人多かったんですかね、昔は。なんかすごい、おじいちゃん、おばあちゃんとか。多いですよね。やられてる人多かったイメージがありますけどね、うん、我々がちっちゃい時まだ公園とかで。それこそこういう、こう、ちょっと大きめの公園とか行くと、はいはい、結構な人数集まって太極拳やってるみたいな。本当じゃあリバイバルでやるしかないな、ね、太極拳。なんかテレビでもそういう映像をよく見た気がするし、ちっちゃい頃は。はいはい。なんか実際自分の目でも見たことがあるような気がするんです。あ、そうですか。太極拳、まあ、やってるのは見たことあるけど、そんななんか盛り上がってるやつ見たことないかも。でもそのあの当時の、その、おじいちゃんおばあちゃんたちがやられてた太極拳、はい、あれだけの人たちがやってたっていうことは、うん、なんかすごい太極拳に精通した人がいて始まるもんじゃないですか。うんうん、そうですね。誰か指導者の人が。うん、勉強なり練習なりをこうしっかりしてた人があの時代にはすごくたくさんいたってことなんですかね。確かにね。じゃないとそんな急に始まらないですね、そのムーブメントが。ムーブメント。あの古典ラジオの樋口さんがポッドキャストのやり方を教えるみたいな。はいはいはい、はい、それでやってみようって思う人が実際にこうノウハウを獲得して、はいはいはい、ポッドキャストやり始めるみたいなことじゃないと、はい、あんなに多くの人が太極拳やれないと思う。まあ、見よう見まねでやったのか。よしやろうで勝手にやれないですもんね。なんか誰かできてる人がいないと。てか調べてみよう。そもそも太極拳って何なのかっていう、はい、何なんでしょう ね。ゆっくり。まあでも確かにこうヨガ的な精神統一とか、うんうん、なんか実はフィジカルにめちゃくちゃいい影響を与えてるとか、なんかあの動きありそうな予感はしますけど、うん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 、予感しますね、うん、あ、ちょっと気を操る系でしょ。ベンチの方を取り行ってきます。はいはい。じゃあこれはすごい一周回りましたね。缶は捨てますか。そうですね、缶は捨て、缶ペットボトルだけはゴミ箱でね、そもそもそこにあるべきものだったということで、はいはい、公園のゴミ箱様に捨てさせていただくという。で燃えるゴミはゴミ袋に入れますね。これね、あと放置されると結構その糖分とかに虫とかがアリとかがくっついてきちゃうんで。ああ、そうですね。それもね、この夏場はありますよね。確かに。ずっとゴミ袋いいですか。はいはい、もちろん。ありがとうございます。イエーイ。なんかこれいいじゃないですか、この活動というか、ね、この収録ちょうど良くないですか、うん、めちゃくちゃいいですよ。なんかジュースでも飲んで帰りますか。あ、いいっす。なんかいります。いいんですか。いいっす、小銭がある、じゃあこれいいですか。それジョージア香るブラック。これありがとうございます。いえいえ。じゃあどうしようかな。これにしよう。何ですか。スプライト。ああ、なんか炭酸が飲みたい。幼き頃すごく飲んでたなんか記憶があります。ねえねえねえ、スプライトとか売ってるんですね。このジョージアのカオルブラックって、はいはい、サルタヒココーヒー監修って書いてある。あ、本当だ、知らなかった。でこのサルタヒココーヒーの本店っていうのが、はいはい、あの東京で住んでた町にあったんですよ。はいはいはい。でここすごく好きで。
ありがとうございます。仙川っていうところなんですけど、仙川っていうところのご出身の方がこのサルタヒココーヒーを立ち上げたって、うん、店舗を構えてたんですけど、めちゃくちゃおしゃれなんですよ、うん、あ、そうなんだ。なんかこの間ね、吉祥寺のサルタヒココーヒーの、あ、行きました、コーヒーを飲みました。偶然。あそこなんですか。あ、そこではないです。あ、そうそう、あこね、乾杯。あそこはこの間井の頭公園でレジャーシートやられてましたよね。そうそうそう、そんに行くときにカフェがいっぱいあってコーヒーを買いたい。井の頭公園めちゃくちゃ大きいですね。森なんでしょうね、うん、大堀公園をもっと森にしたみたいな感じだった。確かに森部分がでかいですね、うん、めちゃくちゃ良かった。なんか東京っぽくなくてよかったですね。井の頭公園は、はい、その行政に認められたパフォーマーの人たちが、はいはい、ライブやったりとか、大道芸やったりとかしてるんですよ、うんうん、その認可を得てる人たち。あ、そうなんですか。逆にそれ以外の人たちは演奏したことできない。あ、そうなんですか、はい、どこでやってますっけ、井の頭公園。いや、どこで、いや、その池の周りとかで演奏してたブルースのおじいちゃんとかが、ね、いたんですよ。 裏通りみたいなとこいたんですけど、はい、それも許可取ってるの。あ、多分皆さん許可取ってるか、まあ、アナーキーにやってるだけかわかんないですけど、なんか、ね、とりあえずはそういうシステムっぽいですよ。50代ぐらいかな、おじさんが CD 並べて、で、あの旗上りを立ててやってたんですよ、はい、あのフォークギター持って、はいはいはい、で、旗なんて書いてるかなと思ったら、オリジナルソングって書いてましたよ。怪しいですね。オリジナルソングで上り立てるかって思いながら、なんかそれは、アーティスト名の可能性あります。オリジナルソングさん。ありますね。でもわざわざ上りにするぐらいですかね。自分がライブするとして上りとか持ってきたくないもん。そうですね、うん、ストリートですもんね。そうそうそう、あのストリートは、まあ、そっか、まあ、一個こう目を引くのがあるのかもしれませんね。あのなんか上りあるぞっていう。で、あ、オリジナルソングよしきこうならな、何なんだろうな。自分が東京に住んでた時はそんな感じでしたね。ライセンスを取得して。じゃあクオリティも高いんですか。あ、ライセンス持ってる人たちはクオリティ高かったですね。やっぱそこも込みでその見られているっていう。はい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 。あ、いいですよ、はい、いいですよ。若いよりね、影よりね。ありがとうございます。いやいやいや、もう、はい、あっちの若いのにね。あっちってなんですか。見せたいよ。ああ、あっち、あっちの店、あっちの、わあっちの公園、公園、あ、大堀公園、ケゴ公園じゃないですか。ケゴ公園、ガチャガチャや。ガチャガチャっすよね、あっちね。お父さんタオル落としました。ケゴ公園ガチャガチャっすよ、ほんとね、うん、また僕ら見かけた時にあったら、はいはい、いつでもゴミ、はい、お預かりしますんで。ありがとう。ありがとうございます。なんか直接人の役に立ちましたね。あ、直接立ちました。極めて直接的に人の役に立ちました。チャンオペですね、これ。これはまだあれですか、収音されてるんですか。はい、録音されてるんで、チャンオペが今収録されました。ありがたいですね、公然収録に参加していただいて。あの、知らず知らずに。そうそうそう。さっきのお父さんは全く何のこっちゃ知ったこっちゃないっていうことであるんですけど、参加していただいて。初の参加者っていう。ねえねえ。初のゲストですよ。はい、初回からゲストを呼んでね、結構攻めてる番組じゃないですか。もしかしたらちょいちょい顔を合わせるようになったりもするのかもしれない。ねえねえ、知れない。おお、またお兄ちゃんたちか。でも毎週やってたらでもありえますよね。ありえるんですよ。あの、確かにここあのこの3ヶ月ぐらいこのゴミ拾いの同じ場所、この、中央公園でやってて、あの、いや別に何の絡みとかは生まれないんですけど、この人毎日いるなとかいう認識はあるんですよ。生まれてくるんですよ。この人いつもこの時間にウォーキングやってるなとか。なるほどね。でもなんか2人とかでやってると集団感あるから、コミュニケーション発生しうるよ。うん、あとより覚えられやすいっていうのがあると思います。特に上水さんはいつも同じ格好なんで。そうそうか、確かに、はい、同一人物としてね。あのサムエの兄ちゃんっていう。確かに
チャンオペ兄やん、おるな。それだいぶチャンオペが広まった世界線ですね。自分はこのゴミ拾ってて、うん、こう建物のガラスとかに自分の姿がこう映るじゃないですか、はいはい、ゴミ拾ってなさそうなやつがやってるなって思いますね。へー、自分の姿を見てゴミ拾わなさそうな。確かにね、なんか謎の二人がゴミ拾ってますもんね。梅さんなんかハマりますね、このコンセプト。ゴミを拾っていくっていう。ゴミ拾ってそうですか。うん、でもこのトンガと違うでしょ。あ、確かに。なんか、ね、ライトセーバーみたいな。それは、だいぶ発光してますね。はいいですね、仕事の後の一杯は。あ、いいですね。で、僕は家に帰って、これがビールになり、ウイスキーになり、していくんで。あー、なるほどね、いいですね。その手前にあるブラックコーヒーがいい。うんうん、なんかある時大人になるちょっと前、うん、成人する前ぐらいなのかな、ずっとそれまで飲んでたんですけど、甘い飲み物が飲めなくなったんですよ、うん、ああはいはい。で、未だに食べるのは好きなんですけど、はい、ケーキとか、はい、スイーツ系のものは。飲み物が甘いっていうのが気持ち悪くなっちゃって。わかりますよ、僕ね、最近飲めるようになったんですよ。あ、出た、あ、ツナマヨじゃないですか。そう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 、ツナマヨ。そう、一回飲めなくなって、はい、炭酸飲むとしても炭酸水とか、はい、ノンアルビールとか飲めても甘いジュースとかは飲めなかったんですけど、ここ 1,2 年ね、コーラとかジンジャーエールとか飲むようになって。あ、それあれじゃないですか、禁酒じゃないですか。あ、そうかも、うん、そうかも。いや、その甘いものが食べたくなったりとか、うんうんうん、炭水化物が前より欲しくなったりとか。いや、そうかもしんない。明らかになんか甘いジュースとか飲んでるかも、うんうん、もうなんかこう美味しい美味しくないじゃなくて、飲み物に甘い成分が入ってると、うん、あ、甘いのが入ってるなになっちゃうんですよ今、うん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 、なんか甘いの入ってるなみたいな、甘味料だったり砂糖だったりが。なんか甘い、そう、甘いものを飲んで別に美味しいとは思わないんですけど、うん、甘いものを飲みたいみたいな、うん、そう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 、するんですよね。だからやっぱ依存だと思う。いやー、お疲れ様でしたね。お疲れ様でした。